ちは。アニハセヨ。なんでアニハセヨなんですか。ハロー。はい。ジャンボ。ジャンボ。シェイシェイ。ね、シェイシェイじゃないか。ね、どうしたんですか。なんで外国の挨拶してるんですか。いや、オリンピックだから。あ、そういうこと。これ、うん、オリンピック期間中に出すやつだから。うん。納得。ひょっとしたら見てるかもわかんないじゃん。そうですね。そう、アスリートが、アスリートが。いや、ただですよ、うん、あの日本に来たから見るっていうわけではないじゃないですか。 YouTube って世界で見られますから。でも日本に来た方が日本のやつが入りやすいじゃん。あ、そうなのかな。だって CM とかよ、はい、あの YouTube の CM、 地方行ったら地方の CM が入るじゃんな。そうなんですか。うん、知らなかった。知らなかった。はい、入るんだよ。そのご当地の CM が、こうあれなんですかね、内容とか。沖縄行ったら沖縄のようなやつの CM とかが入る。そうなんだ。だから日本に来たら日本のやつがおすすめで出てくるかもわかんないじゃん。はい、ということで今日はですね、うん、お絵描きをしようと思います。あんの絵心は。いや、私はあの、まあ、普通にないですじゃあよくやろうと思ったね。いや、でも何ですかね、お絵心のテーマを決めるというよりは、うん、今日は絵描き歌をやってちゃんと描けるかっていうのを検証的な検証しようと思うんですよ。絵描き歌を、はい、難しいと思うよ。絵描き歌ってやったことあります。だってあるよ、ドラえもんとか丸描いてちょんとかあるじゃん。それってドラえもんでしたっけ。うん、丸描いてちょんみたいな。だって丸、なんとか、そうそう、だって丸描いてちょんもどこちょんがどこか分かんないし、ちょんのでかさはっていうね、丸の大きささえ分かんないですね。分かんない分かんない。だって、ま、丸描いてちょんみたいな、ちょんここかも分かんないしね。そうですね。オーケーオーケー。でもそれでどっちがちゃんと描けるかね。はい、じゃあだ本当に描けるのかっていうね、はい、だ皆さんも一緒に、あ、やってみてください、まあ、ぜひペンとね、はい、紙を持って皆さんも一緒に参加して描けるかどうか、うん、はい、さあじゃあ やりましょう、はい、じゃあ第1問第1問、これ何問ぐらいやる。はい、3問で、はい、ジャンルは動物にします。動物ね。オッケー。じゃあなんか動物想像すればいいですね。そう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 、描けるはずなので。オッケー。どっちが近いかね。はい、じゃあ、負けたらモノマネにしよう。モノマネ、動物のモノマネ。あ、じゃあ動物のモノマネね。その動物のモノマネ本気でやりましょう。うん、負けたら動物のモノマネね。なんか犬ってなったらワンワンとかじゃダメですよ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これ、なんて言ってるかもわかんない。今、日本語喋ってるかすらわかんなかったからね。未確認飛行物体って言ってるさ。もう全くわかんないよ、今。じゃあ、ちなみに、未確認飛行。じゃあ、もう青空くん歌ってよ。歌います。うんうん。じゃあ、青空くんの歌心が試されますよ。そうそう。めちゃめちゃ音痴なんで。滑舌も悪いんで、最悪です。頑張ってください。うん、はい、頑張ります。もうそれも踏まえて。うん、うん、はい、カモメが一つ二つ糸電話をしてます。大きな波がやってきて洗濯物を干しました。わーわー、うんうん、はい、ストップです。はい、ストップです。はい、じゃあ出してください。せーの、じゃーん、カバでーす。カバ？はい。かわいい。なんかヘドロマンみたいなやつ。はい、答えはワニでーす。あ、惜しい。俺惜しくない？え、待って待って待って。それどうやったら洗濯とかカモメになるの？カモメって何？カモメはこっちの方ですね。目の上の部分がカモメ。あ、ほら、俺カモメ。本当だ。あ、近いですね。え、でも私も。まあ、カモメが2つ、カモメが2つに、そうそうそう、にこう糸電話。そのさ、ワニさんの目は何か言ってた？自由つけたし。ちょっと一回聞いてみていいですか。はい、もしかすると自由つけたし、最後だから目は自由つけたしかもわかんないね。私これあれだよ、あのカモメの顔ですよ、ちゃんとカモメの顔で。それはな、それ何なの。だって俺はもう、うん、ワニじゃなかったけど俺はカバって言ってるじゃん。これはワニの顔をアップにしたやつ。ワニの顔をアップしたいや見えません、ごめんなさい。でも俺の方が良くない？
ドローで。おお。いや、まあまあね、おかしいって絶対俺の方が動物っぽいもん。大きなお団子一つ、小さなお団子乗せて、お豆を三つ散らしたら、一つの豆から芽が出たよ。わあわあ何なのねです。わあわあ何なのね。何なのね。あ、なんとかなのねってことか。その動物の名前が入っちゃう。わあ、ごめんなさい。わあわあ何なのねの間で、あの自由が入ってる。自由が入ってる。聞いときます。わあ。これ想像してくださいよ、動物のちゃんと。わあ。動物。答えられたら、動物の名前も一緒に出して答えられたら、その時点でポイントにはします。うんうん、ます。せーの、イモムシ。猿。イモムシと猿ですね。猿。残念。答えは、クマです。クマ？団子一つじゃん。団子一つってどこ？二つ乗ってるじゃん。あ、これだ、赤間さん。これで、うん、これが乗ってんだよ。それです。あ、上に乗せてる。こっちじゃないんだよ。あ、違う、そうです。そうです。あの、ここの方が。そういうことか。はい、いやー、これ一つ乗せてが鬼門だったね。ですね。これ良くない？イモムシ。あ、こ最後のわーわークマなのにと、サッサもめっちゃ丸かいやったんですか。わーわーでわーだからわー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 イモムシで、はあ、違います。あのなんか毛が生えたみたいなやつは何だったんですか。あ、目が出たっていうのは、はい、あ、目が出たか、口のここの部分。ほら俺逆ですけどそう近いです、はあ、なんかあ、さあさあ、俺とか言ってるんですけど、当たりではないので、ダメですよ。まつげ、まつげ、まつげ。いや、俺の方が絶対っぽく描いてるって、袴田さんより。これ、先に当てられた方ですね。うん、OK、うんうん、これは難易度高いです。うん、難易度高い、OK。これ以上高くなっても。これ当てたら、もうこれ、うん、勝ちでいいぐらい。うん、じゃあ行こうよ。はい、最終戦だからね。OK です、OK。丸いお餅が好き、焼いたら膨らむんだよ。もう二つ食べたいな、もう二つ食べよっかな。ニコニコなになにさん。これはないのです。できた。お、出ました。できた。オッケー、はい、はい、はい、せーの、金魚。豚。答えはタヌキです。惜しい。惜しくないですか。これ答え言いますか。丸いお餅が好き、焼いたら膨らむんだ。下には膨らまんやろ。もう二つ食べたいな、もう二つ食べようかな。さんでヒゲつけ出してましたよ今。これが答え。え、でもこれだいたいさ、はい、膨らむで下はあかんやろ。そうですよね。餅が膨らむって上やん。上ですよね。下には膨らまへんけど、それまず間違えてるよね。私もだから2箇所大きく膨らみましたから上に。鼻が。ええー、あのもう2つ食べたいのでここですか。じゃあ延長戦ね。延長戦。当たるまで、はい、当たるまで。当たるまで。うん。どっちかが。立ち上がれミミズ。暑ければ傘だ、暗ければ覗き穴、苦しけりゃ空気穴。みみみなになにさん、立ち上がれ。オッケー、ミミズ。できた、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 うん、お、早いですね、うん、いきます。せーの、猿。ゾウ。ゾウ、猿。答えはゾウです。イエーイ。嘘、見せて見せて。え、あー、え、近いですね、今はこうです。答えが猿。あ、ミミズが花ってこと。ミミズが花になる。あー、ほんとだ。
立ち上がれミミズ、暑ければ傘なんですか。暑ければ傘、この丸い部分の顔が傘っていう意味です。傘どこですか。これだと傘上にあって、はい、暑ければミミズで、はい、これはもう象やと思ったもん。へあんで 傘とミミズで、はい、あこれもう象しかないと思って。へ勝ちましたー。へー、はい、猿です。はい、じゃあ罰ゲーム、今日書いたやつの中からどれでもいいですよ。これ私が書いたやつだったらどれでもいいんですか。そう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 、いきます。はい、猿。